皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、視点が変わるとコンプレックスが長所になるということについてお伝えしてみたいと思います。視点が変わるとっていうのがですね、実はこんな話をしていてなんなんですけど、私の声って割と低めなんですよ。落ち着いているっていうか、で人によってはもちろん聞きやすいっていう方もいらっしゃるし、耳にね分かりやすく入ってくるっていうふうに評価してくださるがいるっていうのは知ってるんです。だけれども私の声っていうのは、これ小さい頃から割と落ち着いていたので、女性っぽいっていうか、キャピキャピした可愛い声っていうのが出せてないわけですよね。でそういう時に、そういう子たちが世の中で普通だった時で言うと、可愛げがないっていう領域になっちゃうわけですよ。かっこいいとかっていう領域なのかもしれないですけどね。そうすると、ある種一つのコンプレックスっていうことになるんですが、先ほどお伝えしたように落ち着いていて分かりやすい話し方とかだからとても聞きやすいですっていうのは、セミナー講師をやったり講演をやるようになってから言われるようになった言葉です。で実は私、自分の声ってそんなに好きじゃないです。実はこんな聞いてくださってる方にそんなこと言うのね、申し訳ないんですけど、なんか特に男性の方とかってイケボの方とかいらっしゃるじゃないですか。イケメンボイスっていうんですか、イケボとかっていうね、本当にそういう声の方って羨ましいなって思う時とかがありますけれども、そのいいと思ってくれる声の特性であることを受け入れながら、日々を過ごしていくっていう風になると、それを当然喜んでくれてる人はいるんで、それはラッキーだなっていう風にはね思ってるんですよ。だからそれもコンプレックスが違う面で見れば、セミナー講師とかね、講演講師っていう目線で見ると分かりやすいっていう、自分の声は女性っぽくキャピキャピしてないけれども、そういう人たちには受け入れられるっていうね、反面と側面でね絶対あるんですよ。であと例えばね、身体的なコンプレックスで言うと、髪の毛が超猫毛なんですよ。私すごい猫毛で、だから束に なってもすっごい少ない束にしかならないんですよ。一本一本が細いのでね。でそうすると顔がもともとちっちゃいので、それだけこう細い髪の毛だとめちゃめちゃ顔がちっちゃく見えちゃうっていうか、もう超貧弱に見えるというね、自分なりきの残念な部分がありつつも、例えば小顔に憧れる人とか、髪の毛の量がすごく多くてすいてすいてね切ってやってるって方からすると超羨ましいっていう話になったりするんで、人って基本やっぱないものねだりなんですよね。なので私はもうそういう髪質なんだっていう風に思って、じゃあボリュームアップしたいんだったらふわっと軽くパーマをかけてとか、ワックスで立ち上げてとかっていうことでボリュームアップはすることができるわけなので、そういうので対処したりとか、あとはウィッグですね。頭がちっちゃいし毛も少ないので、サクッとウィッグかぶることができるから瞬時にロングヘアになることもできますよね。なのでコンプレックスとか欠点が必ずしも欠点っていうわけでもなく、いろんな見方とかね、方向を変えると長所になったりっていうことはあります。ですので皆さんがそれぞれ抱えているコンプレックスっていろいろあるんですけれども、それが自分で感じている方向から見るからコンプレックスになるのであって、そうじゃない方向から見るとそれは案外ギフトであったりとか長所になる可能性もあるので、一概に自分のコンプレックスが全てダメだっていうふうに思わない方がいいんじゃないのかなと思って今日のお話をお伝えしたいと思います。それでは